今ですね、オーストリアのザルスブルクにいます。でザルスブルクのね、城塞があるんですけど、今城塞の中止めると思います。で今な、城の中ね、入ってきて博物館になってる、博物館覗いてきて、今はこの景色がかなり、よく見えるポイントもあります。でここに来るには旧市街からケーブルカーに乗って上に来ないといけないんですけど、入場料込みで11ユーロ、今の円高から考えればね、そんなに高いものではないです。まあ本日2012年の7月の2日、まあ、101円ぐらいですかね。でこれは中世17世紀にですねできたお城です。まあもともと着工したのはね、もっと早いんですけどね、11世紀ぐらいで、かなりのお金あるんで、市街を見下ろす感じで、景色を楽しむことができます。写真なんか撮るときもいいかもしれないですけど、